吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。現在講演会の本部事務所を設定中です。ちょうど中を見ますとこういう建物を借りました。前は以前は洋服屋さん、このジーパンのお店でした。床がこの木になっておりまして非常にしっくりとした建物です。テーブルが入りまして、こちらは机が入っています。私が座るわけではありません。天井が重大な問題がありまして、まだ電気がこの電球といいますか、この明かりがついておりません。これを自前でつけなくちゃいけないということで、こちらはこの友人の方にお借りをしました電気で、和風の電気がこのついております。こちらはこの丸いやつで、向こう側は四角いやつがついております。非常にこの家庭的な雰囲気の中で事務所設定をしております。この後いろんなものを導入していきますが、この以前洋服屋さんだということで、この向こう側の方ちょっとなんか特別な形をしたところがありますが、これはフィッティングのルームです。お客さんがここで衣装合わせをするところに使われておったという、非常にこの珍しい作りの建物です。終わります。